子供たちが座って歌わない子もいますけど、このまず雰囲気に慣れて、子供たちに慣れていただくことが第一目的ですので、あの、お好きになったらまた歌も歌いますので、お楽しみになってお願いいたします。皆さんおはようございます。今日はお忙しいところ、早朝夜ご覧いただいた方もありますけど